ん、こんにちは。今回は日向市にやってまいりました。のんの日向で美味しいもの見つけたの時間がやってまいりましたよ。さあ今日は持ち帰り専門店餃子の里さんへお邪魔します。もう本当にいい香りが今からずっと漂ってまいりました。中では今日は唐揚げ餃子というのをいただけるそうです。本当に楽しみです。それでは店内の方に戻ってまいります。こちらの店長さんの一押しがこちらヘレスの餃子だそうです。日向市の特産ですね。それで楽しみにしてます。それでまた後でですね、楽しみですね。無料の餃子こちらは全部なんか持ち帰りで、ね、パックになってますね。これこれこのままね、お持ち帰りになってますよ。で電話予約してくださいね。今ですね、すごい注文が殺到していますので、お早めに電話でですね予約されるとね、食できます、うん、はい。では後で焼いてね食べれるということで、すごく楽しみですね。はい、こちら、はい、こちら 大きなですね、うん、パックになってますね。これはもうご家族用ですね。ちょっと大きめなので、ね、たくさん人が来た時とかですね、もうペロッと食べちゃいますね。うん、おいしそう。こちらは店内ずらっと餃子だけではなくってですね、こちらにですね、なんとオムライス。なんか珍しいものが。お子様とかですね、ちょっと餃子を、ね、食べられて、ご飯食べたいなってなんか思う時ありますよね。そんな時なんかオムライスいいですね。なんか昔ながらの可愛らしいオムライスで美味しそうですね。ふわーっとしてますよ。あ、そうですか。わ、本当は卵がですね、こんなに綺麗にね、普通はできないですもんね。私だからできないんですけど、すごく上手にね、巻いてありますよ。こちら、チキン南蛮。チキン南蛮、こちらずっと寄ってきていただいて、ズームプリス。わー、チキン南蛮のタルタルソースから。これタルタルソースは自家製で作ってますので、うん、そうですか。はい、あ、すごい、もう手間暇かかってるんですね。もうジューシーですね。なんかお料理がですね、やっぱりね、もう好きな方だということがわかります。すごくね、柔らかそうでね、もうこれもなんか食してしまいたくなっちゃうそんな感じなんですね。でこちらが、チーズグルグル。名前がグルグル名前が変わってますね。チーズを餃子の皮で巻いて油で揚げたものです。はあ、中にチーズが入ってるんですね。やっぱチーズが入ってるから、うん、小さい子供たちが喜ぶ料理ですね。ですね、はい、ちょっとしたあの車の中でもですね、スティック代わりで、ね、サクサクいただけるという、はい、わー、すごい楽しみだ、ね、チーズグルグル、もう覚えちゃいましたね。こちらでも専門店ですが、餃子のしっかり覚えてくださいね。
わあ、すごい楽しい。すごいいっぱいある。あ、これオムライスをあのおにぎり状にちっちゃくしたのがあのオムオニっていうんだ。これ組み合わせてるのはやっぱりオーナーさんの店長さんですね。やっぱもうこのオムライスやっぱ、うん、食べやすくした方がいいんじゃないかなみたいな感じでやってみたんですけど。すごいそのアイデアが、うん、ね。もうね、子供さんもね、こう開けて食べるのもいいけれど、ちょっと車の中でも。ね、歩いて食べてもこっちのオムライスの農場で、あのもう食べた瞬間にふわっと感じるようなオムライスにしたら、うん、おにぎりしあげてすごいです。もう一回あのね、こう巻くと肩どうしても硬くなるんですよね、食べたとしても、うん、もう柔らかいまんまでいただけるという、うん、これいいですね。この法案をですね、考えられるというのがすごいと思います。アイデアですね、やっぱり。でも餃子というだけでもですね、5種類ほどあるのも珍しいぐらいですもんね。もともと居酒屋も経営してますので。そうなんですか。居酒屋も経営されてるんですよね。日向市内でされてるんですかね。はい、すごい。お昼はやっぱりもう餃子だけではなくって、いろんなもの食べたい人のね、楽しみがこう出ますね。ワクワクです。あと飲み物とかもね、充実してますよ。ね、販売機ね、行かなくても簡単に買えますね。すごいです。それでは、ね、今から、ね、餃子焼いてね、熱々のところですね、いただいてみたいと思います。今日は店長さんの成井さんにお話をいろいろ伺いますね。よろしくお願いします。お願いします。ね、ほら、おー、バッチリね、日向にこんなにかっこいい人がいらっしゃったのね、びっくりしますね。はい、こちらのオーナーさんなんです。なんと餃子の専門店を考案された方なんですよ。ね、餃子ってすごい変わってますね。6種類ですよね。種類です。はい、こんなに6種類もやっぱり餃子が大好きだったという。もともと餃子で、あの、うん、まあ、居酒屋さんをうちやってるんですけど、はい、あの餃子のヘベツ餃子を売りたくて、日向市でヘベツ屋に家ですので、そのヘベツをあの餃子にして、でそのヘベツ餃子を売るためにこの店をオープンしたんですけど。ヘベツ餃子はですね、最初から考えてたということですね。はい、すごい。ヘベツがやっぱりね、日向の特産ですよね。空気な香り、ね、酸味と爽やかな香りですね。とても私も大好きで、一食お魚にこうかけてはね、いただいています。なんと今日は餃子に入ってますよ、皆さん。はい、乞うご期待です。店内に入ってまいりましたらですね、今日は餃子の里ということで、ね、こちらのね、もう、やっぱり3人もいらっしゃいます。ね、ちょっとご紹介をね、していただきたいなと思っています。成井さん、こちらの方は。はい、あの、こちらがうちの家内になります。奥様ですか。はい、そうですね。奥様と、で、はい、で、あの、この妹になります。そうですか。やっぱりあのね、ご家族で経営された方がですね、もうね、何かと助かりますよね。こちらにもう何か餃子を食べるっていうね、最初聞いた時はどんな感じだったんですかね。ゆっくりお迎えたとか、でも本当に居酒屋やってて、それからあと餃子をお店をやるっていう。もう本当あの居酒屋なんで夜仕事大変なんですよね。やはり居酒屋さんが夕方6時から3時まで営業してるんですけど、でもその中であの餃子屋さんをお昼始めるっていうことで、ちょっとその人にはもうかなり負担をかけさせてはいるんですけど、まあ、その中で何とかついてきて頑張ってくれてます。はい、ですね、やっぱ奥様のね、もうやっぱ愛情の底力でですね、愛情たっぷりの餃子がね、もう一緒になってね、作られてると思うんで、すごいですね。
日本のサービスね、最初のね、餃子をね、餃子店って何それって最初思っていたと思うんですけど、餃子店は餃子の仕込みがやっぱもうお昼の仕込みがちょっと厳しいんで、はい、妹がほとんどあの仕込みはやってるんです。個数もね、はい、もう作れなきゃいけないし、ね、全部ですね、全部巻いたのを私が、はい、仕込みから全部巻いたやつを売ってます。素晴らしい、はい、人の下の力持ちです、ね、すごい頼りになりますね。もうこうやって家族でね、食べるともう愛情たっぷり一丸となってね、作られてるということなのでね、また美味しい餃子がね、出来上がると思います。お願いします。あ、はい、じゃあ、のどさん、こちらを先に食べてください。はい、じゃあ、白餃子になります。プレーンですよ、これちゃんとこちら、移していただいてね、もうカリカリでサクサクね、中心に今焼けたばっかりなんですよね。うわ、楽しみです。今じゃあ、いただきます。ありがとうございます。すごい、今ですね、店長さんが中で言ったんでしょうか。女性の方はですね、お野菜たっぷりがいいですよね。さっぱりしてるんで、うん、じゅわーっとです、じゅわーっと口の中に広がって、で、ひき肉ですね、甘いひき肉、もうすっごい今、外はパリパリです、お酒、中はじゅわーっと、ね、お肉の、お肉汁の、焼き直する私なんですけど、ちょっと行きたいと思います。いただきます。
ベスの香りがふわーっとね、口の中に広がりますね。ヘベツの香りとあの肉汁の甘さとお野菜の甘みがたっぷりですね。これもあのヘベツ餃子もあの居酒屋さんで出してるんですけど、それはあの普通の餃子にヘベツをあの先ほどのプレーン餃子ですかね、それにあのヘベツを混ぜ込んだんですけど、最初はお客さんからの苦笑が出たりとかもするぐらいすごい苦い餃子だったんですよ。それはあのやっぱもう試行錯誤することによって、はい、あのもうその苦み、あとあのヘベツのえぐみがあるんですけど、そのえぐみも取り除いて、はい、あの取り除いた餃子に仕上がったんで、すごい研究されますね。あっさりして、はい、もう柑橘系が嫌いな人でも食べられるような餃子に仕上げました。素晴らしい柑橘系で、ね、まあ、確かにいらっしゃいますね、それとかね、もうこれ全然大丈夫です。もう本当にあの何ですかね、もうきつさがないんですよね、まあ、あのもう甘みのその牛何ですかね、お肉の甘みにちょっとこう香りと酸味が少しねアクセントになっていて、ね、すごくそれがまた食欲がそそられる味に仕上がってますね。美味しい。でもっちもちなんですよ、あの皮にねすごくこう弾力があってね、全然ですよ。もうお口の中にこう入れるともうね、ボリューミーですかね、ボリューミーがたっぷりでジューシーでとっても美味しかったです。もうこれはですね、もう日向の名物にまじなります。美味しかったです。本当にヘベスの餃子美味しいですね。これはたまらないです。大人気でしょ、これお店の、はい、うちの妹がですね、もうヘベツ餃子がもう好きで好きで、もう何回も食べて味が来ないってもう言ってくるんですけど、はい、やっぱりこのヘベツが一番、はい、はい、そうですね、毎日食べても味が来ないですね、はい、毎日食べてる、毎日食べてます、ジューシーです。はい、もうお客さんにこのヘベツ餃子をばっかりおすすめするんですよすごい、やっぱ美味しいからでしょうね。そうですね、はい、ね、すごいなんですね。はい、ずっと来てます。何歳ですか？はい、41です。すごい肌が、もう赤ちゃんの肌ですよ。びっくりします。ありがとうございます。こちらはあのタレをつけなくても食べれる餃子ですので、もう素材の味を楽しんでもらえればと思います。ね、ツヤツヤで美しい、もう芸術ですね、こんなんとろですね。先ほどの餃子と違ってタレをですねつけなくても、ね、食べられる餃子ですよ、ね、わあ彩りが綺麗、この緑、こちらの緑が
何の餃子になるの？ニラ餃子と言います。あ、ニラが、ニラがたっぷり入ってます。はい、すごい。じゃあちょっともう見た目もですね、色がもうね、色取り綺麗なので食が進みそう。いただきます。ニラが、もうたっぷりですね。はい、あの先ほどの白のプレーン餃子ですか、あれにあの全部食材を、いろんな食材を入れ込んだのがあのカラー餃子になります。本当にもうこのもちもちの生地の中にニラがたっぷり入って、またその中にも、はい、もう中にもニラがたくさん入ってるんですね。皮はあのほうれん草の地層をあのパウダーをあの皮に詰め込んで、あの入れて作った色ですね。ね、変わってますよね。やっぱりこの餃子をね、食べたことがない、ね、人ばっかりですよね。もちろん私もですけどですね。本当に、あ、すごい。これは名物になりますね、本当に。じゃあ続きまして。先ほどの餃子とはまた違ったベンチ色しています。赤餃子と言いまして、ね、赤餃子、はい、麻婆茄子が入っています。麻婆茄子ですか。おお、麻婆茄子大好きなんですよ、個人的に。あの麻婆豆腐も大好きなんですけど、茄子が大好きで甘みがありますよね。いただきます。美味しいですね。ご飯がなんかおかずになっています、うん、ピリ辛だけれどもちょっとなんかこうコクがある深い味がします。これはやっぱり甘い人は甘いですね。はい、辛いのが苦手な人はちょっと難しいかもしれませんけど、少しくらい抑えてますけど、お野菜がですね、そんなにあのピリ辛ではないんですよね。コクのあるね、辛さですかね。はいはい、おかずに合うと思います、ね。これはちょっともうビールがなんか欲しくなってきちゃいました。もうビール片手に食べるといいですね。おつまみ。そうですね。そうですね。おつまみ餃子。はい、餃子。そうですね。本当にこれ試してみてください。ね、ビール好きな方。これはいけます、いけます。美味しいです。はい、皆さん、本当にもう次から次とちょっと食が止まらなくなってしまいました、じゃあ続いての、色が綺麗ですけど、こちら黄色チーズ餃子です。チーズ餃子、はい、これは色がね、黄色でもう分かりやすいですね。黄色で、わ、これはチーズが中に入ってるんですね。いただきます。サクサク、サクサクしてます。中に、チーズが後から、チーズが口の中に、ね、後々からこう濃厚なチーズがじゅわっと出てきますよ。これ合いますね。チーズ好きのあなた、めっちゃ合います。美味しいです。これお子様にね、はい、もう子供とかそういう、はい、いいですね、はい、女性の方とかがもうチーズ大好きな方が好きですね。なんか特にあの横からあのチーズがはみ出したりとかする時もあるんですけど、うわ、チーズがはみ出して、とてもたまらないクリーミーな、なんかお味がしますね、はい、お野菜もこれも入ってるんですね、はい、はい、も
ちろん先ほどの白の餃子にあのチーズを乗っけて、うん、うわすごいですね、お子様からねご立派な方までもうために考え出されてるような気がするって本当美味しい、もう彩りも良いけどこの包み具合もですね、なんともですね上手に進んでありますね。やっぱりあの白の奥さんと奥様がね、進まれているのを苦労されているんじゃないですか。ね、一日何食も、一日何食も、はい、ね、うん、この包み具合がですね絶妙なんですよ。ね、家で包むとこんなにならないですね。私が包むと。あの普通に均等に包むのとちょっと違うんですけど、あの中にこうね具がいっぱい入るとあの均等に包むとすぐ出てきますよね。やっぱりコツがあるんでしょうね。そうですね、はい、すごい綺麗にね、ちゃんと難しいですね。難しいですよね。難しいですね。これがなんか食欲がね出るようになって、ね、はい、そしたら続けてこちら、じゃん、真っ黒黒の餃子って、あ、全部焦がしちゃいました。なんかそんなびっくりしましたね。びっくりしましたけど、なんか本当にですね真っ黒で綺麗で練り目返してます。竹炭の炭のパウダーを粉に練り、ま、あの練って、でそれを 皮にしました。わー、すごい苦労してますね。竹炭の炭の、はい、中は鶏の炭火焼きですね。中には鶏の炭火焼きです、はい、じゃあいただいてみますね。いただきます。炭の香りがお口の中に広がりますね。あれはあの細かくするよりもやっぱりあの大きい皮の方が食感が味がありますので、そうですね、これはもう本当にあのボリューミーなんですよ。お口にもう一口ね入るともう胃の中にですね、はい、どんどん入っていくぐらい胃がもうちょっとちょうだい、もうちょっとねって言ってるような感じです。パクトを強くするためにあの大きめにカットしたあの鶏を入れました。本当にですね、あの食べ応えがあるんですよ、はい、これも一品でですねご飯になりますね。もうあの一食になります。ご飯っていうのも、はい、おつまみ、うん、ビールが好きな方には、うん、もう特にうん、うん、ビールのおつまみも、ね、いいし、お腹空いてるとですねこれもあの食、お昼ご飯にして食べても大丈夫ですか。うん、お腹いっぱいになりますね。うん、これは美味しいですね。もっちもちしてますよ。ね、わあ、これこんなにね、もう食させていただきました。ね、唐揚げ餃子ですよ。こちらはあのお持ち帰りの専門店なんですよね。はい。ご予約はやっぱり早めにした方が。もうあの10分ぐらいで焼けるんですけど、電話予約、電話であのしていただけると、あのこっちに向かう、ここに向かうまでにあの焼き立てを用意して。利用することができるので電話予約が一番いいかと思います。そうですね、これも本当にですね、焼きたてのそのまんまを食卓に、ね、今熱々のうちにお口の中に入れて、ね、いただけるとすごくねこのすごいジューシーさと、ね、このパリパリの美味しい餃子をすぐいただくことができるということですね。美味しかったです、ありがとうございます。本当にね餃子、ね、実はそのまんま持って帰って、ね、持ち帰りで販売されている、ね、はい、冷凍を用意されています。うん、ね、先ほどですね見ていただくとですね分かりますけど、ね、パックに入って綺麗にね、はい、お土産よく分かりますよね、はい、お土産にしていただくといいかと思います、うん、
本当ご家族用にと、ね、個人用と、はい、いう感じで。あとはね、こちらの方から町長とか、はい、そちらの方にクリペ、はい、送る方とかいますけどね。これはもう冷凍、もうそのまま冷凍してそのまま送るっていう感じで、はい、ですかね。あ、それは県外の方にもですね喜ばれますし、県外の方も食べたい人がいるので、はい、大変楽しみですね。それは嬉しい、ね、じゃあ今からですねこのお店はね将来ね夢がたくさんあると思いますけれど、ね、お店の PR 化は今からどんな風にしていきたいなと思っておられますか。野々さん、その前に、はい、実はもう一品新しい、はい、餃子を、はい、ですか、試作しているところなんですけど、もう近いですね、はい、出そうと思っている餃子があります。今日私が初ですか。ですね、ありがとうございます。なんとこの店の新商品をいただけるということで、今から、ね、試していたいと思います。今からすぐお出ししますので、はい、ありがとうございます。はい、こちらが新メニューの餃子です。新商品ですね。新商品、こちらは先ほどの餃子と葉が違いますけれど、はい、色も、すごいですね。こちら 色がですね、うわ、美味しそう。ちょっと食べてみますね。こちら椎茸餃子と言います。椎茸餃子と言いますと、椎茸が、椎茸の生産が大分が1位で、2番目は宮崎なんですよね、実は。それで日向の椎茸を広げたいなと思いで、はい、で、椎茸屋さんは新鮮の椎茸屋さん、元吉っていう椎茸屋さんがあるんですけど、はい、そこの椎茸屋さんの工場長さんが、うちの椎茸をちょっと作って、やってみなんで、みたいな感じで。すごいですね。言われまして、それで、はい、椎茸ですね。すごいですね。もう香りも、ね、してくるような、もうなんか早く食べちゃいたい、そんな感じですね。はい、ありがとうございます。椎茸、宮崎はもう本当に有名ですね。で、色がですね、本当にもう食べたくなるような、なんだかもちもちです。もちもちもちです。いただきます。バター焼きかなと思いまして、バター醤油を椎茸にしっかり染み込ませて、それを先ほど の白の餃子の中に入れ込んで、で巻いた餃子がこちらの商品です。そうなんですか。だから本物はですね、もうバターの、ね、はい、香りと椎茸がですね、お口の中にこうハーモニーになります。コクがありますね、本当に。美味しい。私も大好きになりましたこれ。すごい。入れちゃいましょう。もっちもちですね。しかも。はい。やばい。これはもう口の中にずっと入れちゃいたいぐらいですね。たまんない。たまんないですね、これ。おいしい。もうこれはですね、もう晩ご飯でもよし。ね、やっぱり便利ですかね。最高です。これから商品化しようと思ってるメニューで、持ち帰りか、はい、もうすぐ新メニューとして出そうと思ってます。早速出しちゃってください、これ。これ美味しすぎてですね、もう椎茸大好きなので、香りがすごい。
じゃあ店長さん、今からですね、はい、お楽しみがですね、どんどん広がって、アイデアもね、たくさんじゃないですか。そうですね、本当に、ね、龍河では、ね、初ですよね、こちら。はい、そうです、はい、ね、餃子の専門店、ね、焼いてくださるし、ね、またこちらで、ね、県外の方にも、友達にも送れちゃうというですね、二通りのね、この楽しみ方をできますね。餃子専門店って言ったら、もうこちらですね、もう日向初です、ね、もう建国初ですね、言っちゃえば。そうですね、ですね、はい、本当にもう大反響です、ね、ただいまですね、持ち帰り専門店電話がリンリンなってますよ、ね、皆さんもですね、本当に食べられたい方はですね、お部屋にこちら の、 あの日向市ではね、あの電気屋さんがありますね、山田電気さん、ね、裏側になるんですかね。そうですね、はい、山田電機を延岡から来られると山田電機さんがあって、でそれからずっとまっすぐ行かれると高鍋信用金庫さん、はい、でそこの交差点を、左に入りまして、まっすぐ行かれたところに、今度は松岡布団店さんがあります。その隣に ありますので、よろしくお願いします。皆さん、よろしくお願いしますね。まあ、こちらのね、もう彫りの深いね、こちらの男性、もうヒューガー、もうイケメンのナンバーワンの方のね、こちら顔を見たら、あ、ここは餃子屋さんだということでね、もうご覧いてくださいね、気軽に。よろしくお願いします。はい、そしたら店長さん、営業時間とか、はい、お休み。お休みは毎週月曜日を定休日にしまして、お昼は2時から4時、あ、お昼の2時から、夕方7時30分まで営業してます。はい、この時間内にですね、皆さんね、連絡くださいね、もう今先ほど車でね、はい、奥様方がね、買いに来ていらっしゃいましたけどですね、はい、もうやっぱりね、こちらに上り旗がですね、たくさん立っているので、あ、ね、これは何の店かなってね、楽しみで来られる方が多いんですね。はい、はい、そうですね、それではですね、これからのお店の、まあ、PR ですね、まあ、これからどんな店に、ね、していきたいな、まあ、ネットショップとかのそういったのホームページとかでも販売する予定もございますか。はい、はい、まあ、全国どこへでも発送できるように、配達できるような環境を整えまして、インターネットで販売も考えております、ね、そして色でですね、もう楽しみがいがあるんですよね。もうチーズだったらもう黄色、ね、まあ、ヘベスだったらね、もう緑ですね、はい、うん、まあ、そういった感じですぐ目で見て楽しまれるし、もう一個一個の個性がですね、すごくありまして、そうですね、もううちの、うちとしましては、もう地域に密着する餃子を提供したいということで、まず日向の名産地であるヘベスで、また今度新商品であるしいたけ餃子で、そこから地域に密着するような餃子を作る上に、またバラエティあふれるようなカラー餃子をどんどん増やしていくっていうお店に、お客さんがまた楽しむような餃子をどんどんこれからも作っていきたいと思います。すごい、本当夢がね、たくさんありますね、店長さん、ね、本日は本当にですね、美味しい餃子本当堪能させていただきました。そしてスタッフの皆さん方も本当に楽しいね、方々で明るくてね、すごく雰囲気のいいお店ですね、うん、もう気軽にですね、お立ち寄りいただいて、そして明るくですね、おしゃべりも楽しんでいただけたらなと思っています。それでは皆さん、また遊びに来てくださいね。